では続きまして、内閣総理大臣表彰の表彰状の授与を行います。総理、お願いいたします。はい、田村久美殿。表彰状、田村久美殿、あなたは消費者利益の擁護及び増進のための支援活動に積極的に尽力し、極めて顕著な功績を挙げられました。よってその功績をたたえ、ここに表彰します。令和5年5月29日、内閣総理大臣、岸田文雄。ありがとうございます。原早苗殿。表彰状、原早苗殿、以下同文です。どうもおめでとうございます。坂東俊哉殿。表彰状、坂東俊哉殿、以下同文です。おめでとうございます。山本良一殿。表彰状、山本良一殿、以下同文です。おめでとうございます。愛知県立安城農林高等学校殿。表彰状、愛知県立安城農林高等学校殿、以下同文です。おめでとうございます。受賞者の皆様、本日は誠におめでとうございます。皆様の消費者支援の活動へのこれまでのご尽力とご功績に心より敬意を表し申し上げます。皆様は地域の消費者問題の解決や持続可能な社会の形成に向けた活動に最前線で取り組み、社会をリードしていただいております。私もかつて担当大臣を務めたことがあります。今、河野大臣に頑張っておられますっていただいてますが、私もかつてこの担当大臣を務めたことがありました。今日の中にはですね、その当時からお世話になった方もおられると、大変懐かしく思い返しておりますが、当時からこの今に至るまで、消費者支援、これは政府や自治体のみならず、この皆様のように地域で高い問題意識を持ってご努力いただいている方々、こういった方々に支えられてきました。政府としても皆様のような方々と連携し、また皆様が一層活動しやすい環境を整備していく、こうしたことを通じて安全安心で豊かな消費生活、そして持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいりたいと思っています。今日受賞された皆様方におかれましては、今回の受賞を機に皆様がさらなる活躍をされ、そして後進の育成にもご尽力いただきますことを心から期待をし、私の祝辞とさせていただきたいと存じます。改めて皆様、本日は誠におめでとうございます。僭越ではありますが、一言お礼を述べさせていただきます。本日はこのような表彰をしていただきまして、大変ありがとうございます。ただ、今日の表彰は、おそらく私たちだけに向けられたものではない、そのように思っております。消費者に関わる学問や研究もそうです。現場での消費者の支援もそうだと思います。消費者教育の実践もまたしかりであります。これらの活動をやるためには、一人私たちだけの力でそれが実現できるものではありません。多くの先輩方のご指導、仲間と協力をしたこと、それから今日若い皆さんが来ていただいてますけど、若い方々と自由に議論をしながら物事を進める、それができたから今私たちは少しだけ仕事をさせていただくことができたと思っております。これからもそういった環境を大切に、そこで恵まれた仕事をしたことを忘れずに努力を続けたいというふうに思っております。最後に、これからも地道に消費者支援の活動をしていくことをお誓い申し上げて、私からのお礼の言葉とさせていただきます。本日どうもありがとうございました。それでは皆様よろしいでしょうか。中央こちらのカメラ、本日オフィシャルになります。ご注目いただきたいと思います。それではお取りいたします。では取ります。はい、もう一枚いきます。もう一枚いきます。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。